第2の尖閣下、中国漁船、本日も大和隊で爆漁中。今週11日から13日まで57時間39分に渡って2隻の中国航船、海警1302、海警2302が尖閣諸島の領海に侵入したことで日本では大騒ぎになった。この件について記者会見で質問された加藤勝信官房長官は こうした状況が続いていることは遺憾だ。日本漁船に接近しようとする動きを直ちにやめ、速やかに我が国領海から退去するよう強く求めていると答えた。この2隻の中国航船は日本の漁船を執拗に追いかけ回し、中国の領海から直ちに出て行きなさい、と叫び続けたという。漁を終えた日本の漁船が領海から離れるとようやく、 中国公船も13日午後8時26分に退去した。この間、外務省は3回も中国大使館に抗議したが、カエルの面に水だった外務省関係者。中国は9月、一度も尖閣諸島の領海内に侵入してこなかったため、第11艦区海上法案本部、那覇市は、ほっと一息ついていたものだ。それが中国で国慶節の八連休。 10月1日から8日が明けるや、再び日本に攻勢をかけ始めたというわけだ。だが、尖閣諸島周辺にばかりスポットライトが浴びているが、実はもう一箇所、見方によっては、尖閣諸島周辺以上に日本にとって深刻な状況に陥っている地域がある。それは、第9管区海上保安本部、新潟市が管轄する大和隊である。絶好の漁場、 山都体を狙う北朝鮮。山都体について環境省のホームページでは次のように解説している。山都体は日本海中央部に位置する海底山脈で最も浅い部分で水深236メートルであり、冷水海と暖流域との境界部にあたることと相まって日本海有数の魚場となっている。氷層の生産性が高いことから、 その有機物の沈降により海底での生産性や生物多様性も高くなるという特徴がある。大和体は佐渡島や能登半島から約2 0 0トル離れたところにある日本海沖の海底山脈である。冬の日本海産の海産物の主役であるカニやイカなどは主にこの漁場で取られている。2017年北朝鮮が 核実験やミサイル実験を繰り返したことで、米朝が一触即発となり、国連は北朝鮮に厳しい制裁を犯した。それによって、経済危機に陥った北朝鮮は、漁獲戦闘というスローガンの下120万、朝鮮人民軍まで動員して、国を挙げてあらゆる船を繰り出して、近海の乱獲に乗り出したのだった。北朝鮮メディア、朝鮮の今日、 2017年12月1日付はこう報じている。東海地区日本海側の水産事業所において陶器の集中的な漁業戦闘が開始された。すでに現在までで3万トンの魚を獲った。我々は不利な海の気象条件のもとでも中心となる漁場を機動的に攻略した。それによってただ一回。 網をかけるだけで20トン以上もの魚を捕まえるなど、成果は拡大の一途をたどっている。こうした北朝鮮の違法行為によって、最も深刻な被害を受けたのが、日本の排他的経済水域、EEZ にある、ヤマト隊だった。翌2018年には、計5 2 0 1隻、もの北朝鮮籍の漁船に対して、ヤマト隊で日本側が退去するよう警告を発している。 うち1986隻に対しては日本側が放水して半ば強制的に排除した。大和隊まで繰り出してくる力もなくなった北朝鮮漁船。それでも北朝鮮隻の漁船は翌2019年にも大象計4007隻も大和隻に襲来した。そしてやはり計1 171隻に対して日本側が放水行為によって強制的に 大和関から退去させている。それが今年は9月30日現在で、なんと一隻、しか、大和関へやって生きていないのだ。これは一体どういうことか。北朝鮮を研究している韓国政府関係者に聞くと、次のように答えた。北朝鮮はもはや、漁船を繰り出して遠く、大和台まで行くだけの燃料もパワーもない。国連の経済制裁。 新型コロナウイルス、夏の豪雨、台風という三え区によって、金正恩政権は崩壊の危機に瀕しているのだ。北朝鮮戦籍の船が出現しなくなったことで、ようやく大和台での乱獲問題は一件落着し、一帯の海域は平穏を取り戻したと思いきや、全くそうではないのである。なぜなら、北朝鮮戦籍の漁船に代わって、 中国船籍の漁船が退去して山都隊に現れるようになったからだ。山都隊で中国漁船が爆取り。2018年山都籍に出現した中国漁船はわずか114席に過ぎなかった。それが2019年になると1115席にもなった。うち419席に対して日本側が放水行為に出て強制退去させている。 それが今年は9月30日までで、なんと計2586隻も大和台に押し寄せているのだ。そのうち日本側が放水して退去させた船も329隻に上る。大和石がある一帯は日本と北朝鮮、ロシアに囲まれており、中国の領海は及ばない。そのため尖閣諸島近海のように、 中国の光線がシャッシャリ出てくることはない。だがそれにしても、尋常でない数の中国漁船が大和台に押し寄せ、勝手にカニやイカを漁獲していっているのだ。水産庁の関係者が行き通る。我々は今年、鳥取の境港に配備している漁業取締り船の白霊丸の大型課題船に加え、新たに建造した白高丸も新潟港に配備した。5月以降、 ヤマト隊周辺での違法な外国籍漁船の取り締まりを強化している。今年度はさらに取り締まり船の白尾木丸を大型化する。加えて2000トン級の新たな取り締まり船の建造にも着手していく。ただ、中国船の取り締まりや放水を強化した結果、日本船籍の漁船の安全操業を確保するため、一時的にヤマト隊からの移動を要請するなど、 日本の漁業ひとしも大きな影響が出始めている。日本ではあまり取り沙汰されていないが、大和大の問題は、いわば第二の尖閣とも言える大問題である。中国国内も新型コロナウイルスや夏の豪雨被害などで、経済が逼迫しているのは理解するが、そうかといって、勝手に大和大までやってきて、バク取りしてよいということになはならない。山都大が、 日本の排他的経済水域であることは、紛れもない事実だから、北朝鮮や中国がこの海域で、領、爆僚とも優雅を行うのは、明らかな違法行為だが、それを取り締まる解保にしても、素朴な疑問として、尖閣の防衛に専念しなければならないところに、さらにこの海域での取り締まりまで手が回るのか。官邸は建造すれば、駒は揃うだろうが、貴重で肝心な人員はどうするのか。 このままでは、とてもじゃないが、海保の業務はパンクするだろうから、法律の改正で自衛隊にも、解保と同様の権限を与え取り締まりに従事させるのが適切ではないかと思う。そうしなければ、必ず一日本漁船との衝突だけでなく、なし崩し的に、大和隊は中国や北朝鮮のものになってしまう子は、間違いないだろう。 中国のような高眼無知の派遣主義侵略国家に対しては生優しい態度ではつけ上がるだけ。毅然とした対応あるのみ、インドネシアやベトナムができることがなぜ日本ではできないのか。それは与党の一部の小ビ中派、左派、反日色の極めて強い野党、反日マスゴミどものせい。これら、とりわけマスゴミに対して国民はもっと厳しく監視しなくては。 近平の来日の条件は、尖閣への高頭無形な領有権の主張と、歴史問題の蒸し返しを未来へ語主張しないと、中国が訳すること。中国人は痛い目に遭わないと、悪いことでも止めない。強い者からの、痛い目は素直に聞くけど、相手が弱かったら、必要に報復する。その後、強い者が凋落したら10倍返しで報復する。文化大革命を見ればわかるだろう。 日本は中国でまだまだ儲けているから、あるいは資産を握られているから、弱い立場なのかなそれをはっきりさせるのが報道の仕事ではないのか